こんにちは。新州読書会の宮沢です、えー。今日も哲学的雑談をしていきたいと思います。えー、今日もミット・ゲンシュタインの、えー、論理哲学論語の続きですね。えー、ご紹介していきます。2-021、えー。オブジェク t フォームザサブスタンスオブザワールド f the w ゼ r キャ t h e r ピ f o r e they cannot be c o m p o u n d 対象は世界の実態を形作る。それゆえ、対象は合成されたものではありえない。 対象は世界の実態を形作る。それゆえ、対象は合成されたものではありえない。これ、難しいんですけども、まあ、この後対象、オブジェクトって何なのかっていうのはね、あのー、続きに書いたんですね。で、まあ、対象って自然ってことなんですかね。対象、2-0-2-7-1に対象は不変、対象とは不変なもの存在し続けるものである。 対象の配列が変化するもの、移ろうものであるっていうことですね。そういうことが書いてあるんで、対象ってのは不変で、存在し続けて不変であると。まあ、関東でいう、もの自体ですね。実体ってのは、まあ、現象のこと言ってんですかね。サブスタンスっていうのは。えー、もの自体と現象。世界を作ってのは現象が作ってるけど、人間はほら、世界の実体は認識できても、 対象そのものを認識できないっていうもの自体、リング自碑って言うんですかね。それがわからないってことですね。まあ、例えを出さないとわからないと思うんで説明しますけども、えー、落合博道さんっていう野球選手の方がいるんですけども、 えー、中日の監督やってた8年ぐらいね。4回リーグ優勝して、何十、何十年ぶりかに日本一にもなってましたけども、この方の野球のバッティングの理論の本があるんですよ。よく紹介してるんですけど、私。えー、落合博光バッティングの理屈っていう本ですね。3巻を3回撮ってるんですよ。ダイヤモンド社から出てるんですけど俺にね、カーブの仕方が書いてあったんですよ、野球のカーブ。カーブってのは曲がってくるボールですね。 でカーブの打ち方は存在しないって言ってました。カーブはストレートより遅いボールだから、ストレートを待ちながら、カーブに対応しろって言ってました。ほら、あのー、すごい大切なことだと思うんですね。ストレートとカーブは違うボールだって思ってる。ボール自体は変わんないですよ。公式のね、野球ボールですよ。ただ回転数が、かかってるかかかってないかの話なんで、その、回転のかけ方によって、 まあ、カーブになったり、スライダーになったり、ツーシームだか、フォーシームだかなんか、いろいろあるじゃないですか。まあ、指のかけ方。あの、縫い目に対するね。で、変化球ってまあ、いろいろあるんですけども、一応変化球って言ってもまあ、ボールに回転がかかってるかかかってないかの問題ですよね。ストレートってのは多分ね、綺麗な回転が、まっすぐかかってんのかな。まあ、人によってストレートの軌道も違うと思うんですけども、 あの、全く無回転でボールが投げられると、えー、これではあんまり良くないんですよ。まあ、フォークボールって回転かかってないから落ちるんですけども、あの、ある程度この逆回転させないとボールって伸びていかないんで、えー、ストレートってのは基本的に逆回転しながらキャッチャーミットに向かって飛んでくるボールですよね。そうするとその伸びるわけですよ。初速と終速があんまり変わらないっていうか、回転のかかってないボールって、 なんかこう、やっぱ空気抵抗を受けて、あの、沈んじゃうんですね、ボールがね、おそらくね。えー、で、いや、自覚的に沈ませてるボールと、単にち回転量が少なくて、あのい、勢いがなくなるボールがあるんですけど、その感覚が球技を、球技をやってる人はわかるんですけども、世の中には球技がすごい苦手だっていう人がいて、 なおかつその球技が苦手だった人がなぜか哲学をやってるケースが多いっていう、よくあるあるがあるんですね。で、その球技が苦手だっていうのは、まあ、それは人それぞれ、あの、なんて言うんだろう。適用不適用はあるんで。まあ、しょうがないと思うんですけども、えー 私も、あの、まあ、野球もね、あの、子供の頃、小中とやってたんですけど、軟式野球ね。まあ、今はテニスやってるんで、<laughs> ま、あとま、ゴルフもやってたんですけど、今、最近はもう2年に1回ぐらいしかないですけど、まあ、ボールの回転っていうのはありますよね。まあ、テニスもね、あのー、基本的にテニスで何が大切かっていうと、深いボールを回転数をかけて打つことですよ。 しっかり回転のかかったボールを、あの、相手のコートの奥深くに打ってれば、勝てますよ、これ。これが基本なんですよ。で、それ以外の難しい問題ってのは実はないんですよ。相手がどうだとか、なんか、コートのサーフェイスがどうだとか、審判がどうだとか、観客がどうだとか、いう話ではない。で、野球にとってみれば一番問題なのは、バッターにとってみればですよ、 来た球を打つことなんですよね。で、対象っていうのはボールですよ。だけど、ボールの実体っていうのは、回転がかかったり、あのー、まあ、力が加えられて、まあ、どのぐらいのスピードで来るか、どのぐらいの回転数で来るかっていうのは、これ、ボールのげ、起こししてる現象ですよね。で、公式のボール自体は公式のボールで、ただのものですから。そういうふうに物事を捉えるかって問題ですね。えー、 よくその川上手沢さんってその巨人の V9 時代を気づいた方がですよ、玉川のグランド、なんか巨人のグランドガンで、だんらなん,か,なんか練習してたらボールが止まって見えたっていう伝説がありまして、あの、多分見えたんでしょうよ。まあそれ比喩ですね、一つの。すごい練習すると、カーブだろうがストレートだろうが止まって見えるってことですよ。それ対象が見えたってことですよ。だけど人は実体ばっか見てるわけですよ。あの、 カーブが来るって予測しながらカーブの軌道を見て見送るみたいな。あストレート、相手のストレートがめちゃめちゃ速くて、もう最初から打てない気になるとか。いろ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 心理的なやがボールにまとわりついてるのが実態ですよね。で、本当に物自体に肉薄すれば止まって見えるはずなんですよ、全部ね。 そんなわけねえだろって話なんですけど、いかに人間って心理的な作用に、あの、心理的な作用がその、ものを歪めて見させてるかってことですよね。我々の見てる世界っていうのは、その、我々の精神状態によって歪んでるわけですよ。野球のボールだって、最初から固定観念があって打てないと思うから、 ボールが見えないわけですよ。まあ、150キロのボールが飛んでくるのは見えないって言えば、見えないって言えば見えないですよ。だって見えないと思ってんだから。で、止まって見えると思って、にしたは止まって見えるってことですよ。ということです。で、この、ウィトゲン下が何を言ってるかっていうか、と、対象は世界の実態を形作ってそれゆ対象は合成されたものであり得ないと。 野球のボールって合成されたもんじゃないですよね。カーブだろうが、フォークだろうが、田中正宏投手のフォークだろうが、スプリットだろうが、合成されてこないわけですよ。合成されてるってのはどういうことかっていうと <laughs>、巨人の星みたいな魔球ですよ。なんか、煙が出てるとかね。あるいはその途中で消えるとか、消えてなんか、ホームベースの上で消えるとか、<laughs> なんか <laughs>、あの、あるいは鉄のボールに見えるとか、 な、公式、公式の、ね、野球の高級なのに、まるでその、光のように見えるとかね。えー、そういうことないわけじゃないですか。ボールがその、膨張して見えるとかね。それはそんなことないわけですよ。この前、あの、名人伝という中島敦市の、あの、やりましたね。あの、 小説。あの、<laughs> 目を鍛えろって言ってね。なんか奥さんが旗折りしてる下に潜り込んで3年ぐらい。そう、旗折りしてそのなんかその、旗折り機械が目の前でガンガン動いてんのに、目をつぶらないって練習して、あと窓際にその髪の毛で縛った白身を吊るして、最後にはその白身が馬ぐらいの大きさに見えるんですよ。で、 そういう風になったってことです。それは視覚情報が変わったわけじゃな精神状態が変わっただけですよね。大きく見えるような気がしたっていうか、世界の実態が別の実態に見えるようになったっていうことの比喩なんだと思うんですけども。だけど合成されたもんじゃありえないわけですね。ただ自分の偏見が合成、ものが合成されてるように見、見させてるだけですよね。えー、弾が消える魔球みたいな。消える魔球なんかありえないんですよ。ものが消えるなんてことないんですから。対象は消えないですよ。 だけど対象の現象がその消えたように錯覚させるってことあるでしょ。う。人間って錯覚ばっかり追ってるってことですよ。だけどシンプルに考えれば、すべての変化球がストレートより遅いボールだと若干、あの、若干というか同じ人が投げればですよ。ちょっと回転がけりゃ絶対ストレートより遅くなるはずなんですよ。で、そういうふうにシンプルに考えると、対象は単純であるって命題がこの前にあったんですけども、 だけど何か勝手に複雑に消える魔球だとか、伝説の何とかだとか、なんかそういうこと言っちゃうわけですよ。不者の謝だと。投げてないのにもう、キャッチャーミットに入ってたみたいな。<laughs> なんか <laughs>。まあ、あともう威圧感があってやられてると。ピッチャーマウンドに田中正宏投手が立ってね、すげえ全身なんかもうオーラ出してってね。 なんか全豪オープンで大阪のおみと戦った時のセレナ・ウィリアムズみたいな感じでもうすげえプレゼンス出してくるんですよもう体中から体の毛穴の隅々からプレゼンスが出てるっていうか威圧感っていうか、まあ、見てるうちやられちゃうんですよその、まあ、元世界女王とかそういう肩書きもあるから、まあ、街中に芸能人見た時ああ芸能人だって思うのと一緒でなんかそのそう見させる何かが 本人から出ちゃってるんで。だけどまあ、たかたか人間ですよ。ね。えー、飯食ってクソして寝るみたいなのはみんな変わらないわけじゃないですか。人間と言って動物の部分はね。だけどなんかこの人神に近いんじゃないかとか、この人なんかとんでもねえ存在感あるけど普通の人と違うんじゃねえのかとかね。宇宙人じゃねえのかとか思っちゃうわけですよね。で、そういう錯覚が世界の実態を形作ってあ,あると。 で、対象が合成されたものだと錯覚させると。いうことなんですよ。このこと言ってんだと思うんですね、私。ウィドゲンシャイと。で、最後にお話したいのはあの、日本の休日っていう、ホイゲンヘリゲルっていう人の書いた本がありまして、あの、ドイツ人が日本の休日を、阿波先生ってなんか、休日の名人に習うって話なんですね。で、あの、全然5年ぐらい習ったり、全然、 うまくなんなかったんですよ。で、いつも言われたのが、狙っちゃいけないんだって言うんですね。そのセリフをこの画面に貼ってありますけど、いや、その狙うということはいけない。的のことも当てることも、その他どんなことも考えてはならない。弓を引いて矢が離れるまで待っていなさい。他のことは全てなるがままにしておくのですって言われるんですよ。ほんで、この感覚はわからないんですね、その、ヘリゲルは。あの、対象を見ろってことですね。対象を見ろっていうか、まあ、本当はその、 いること自体も忘れると。無意識に弓を引けって言うんですよ。だけど無意識であることを意識しちゃいけないって言うんですよ。で、そのことがわかんないんですよ、ずっとヘリゲルはね。えー、で、この先生も教えようが、あわ先生ってその急頓の先生も教えようがないんですよ、その、狙わないで狙うってどういうことですかって。 その、続きに言われるのは、あなたは的を狙わず自分自身を狙いなさいとすると、あなたはあなた自身とブッダと、ま、と、あなた自身とブッダと的とを同時にいることができますと。自分の心を入れって言われるんですよ。だからどういうことかってことで、全部の錯覚を除けってことですよね。全部の錯覚を除けば、意識しなくても、矢を入って的に当て、当たってんだと。当たった状態ができるんだってことですよね。 当たった状態ができるっていう結果の問題じゃないんですよ。偏見を全部取り除くっていうことは何なのかっていうことですね。これ私説明するの難しいんですけども。我々は的に、あの、弓を射るとか、ボールを打つとか、いろいろ複雑に考えすぎるわけですよ。実は打ってる人っていうのはなんで自分でも打てるんだかわかんないんだと思うんですよ。それはあの、 スポーツやってるとわかるか、あの、調子のいい時っていうのは、意識しなくても最高のパフォーマンスが出る時あるわけですよ。自分のプレイだとは思えない、自分の中の何かが勝手にボールを打ったのではないかっていうぐらい、いい時があると。私は最近マージャンでもありますよ。マージャンでも意識しなくても次々にいい牌が来てしまって上がれてしまうっていう状態があるわけですね。それは、私が意識したから上がれたんじゃないですよ。 何かが分からせてくれたっていう感覚ですよね。あの、その何かが分かれば、そんなもう夢を言いる必要がないんだって、この、阿波先生って人は、そのヘリゲルに言うんですけども。えー、それがね、やっぱその、ドイツ人には分かんない。これ36ページから。あなたは無心になろうと努めている。つまり、あなたは故意に無心なのである。それではこれ以上進むわけはないと。えー、 あなたは意識的である。あなたは無心になることを、矢が一人でに離れるまで待っていることを学ばなければならない。これ33ページ。えー、あ無にならなきゃいけないと。完全に没しなきゃいけないと。言うんですよ。えー、そういうこと言うんですよ。で、実際球技の場合に、ね、調子のいいときっていうのは、 まあ、調子のいい状態どうやって作るかってもですね。まあ、ゴルフでもテニスでも野球だと、もうそうなんだと思うんですけども、最高のパフォーマンスが出てる時はなんで最高のパフォーマンスが出てるかなんか意識してないですよ。やってる本人はね。なんだかうまくいってしまうっていう状況はあるわけですよ。それは人によって程度はありますよ。その、プロになって落合選手みたいにその、佐々木、ね、大町に佐々木さんのフォークボールをホームランにしてしまうとか。 あるでしょうけども。だけど本人がなんで打てたんですかって言ってわかんないですよね。ただ、ボールが止まって見えたっていうことは言うかもしれない。鏡手使うかるさみたいなね。で、別に狙ったわけでもないと。で打てると思ったわけでもないと。えー、気づいたら打ってたみたいな。いうことですよ。だけども、そうなんないんですよ、みんな。世界の実態を、弱めてみて、 対象合成さ出るんでですよでカーブは打てないと思うわけですよ。あの頭からそう思うとどんどん調子悪くなってくると全てにおいてまあ不調にいなパフォーマンスが下がるっていうかまあイップスの話を何度かしたんですけイップスってそうですよいろいろ意識しすぎて全部おかしくなってくっていうか肩も崩れる。 イップスっていうか不調スランプか。なんかね、いつもできてたことができなくなることがあると思うんですけども、なぜ起こるかっていうと、まあ、錯覚で歪めてるんですけど、その錯覚自体の取り除き方がわかんない。で、うまくいくときは何も考えなくてもうまくいく。多分これは、すべてにおいて言えると思うんです。仕事においてもね。あの、いいときってのは何もやんなくても良くなっていくんですよ。 だけど、その、不調で、いろいろやるけど、うまくいかないときあって、それ意識的にいろいろやるわけですよ。だけど、それは、いろいろやることは逆に、錯覚を重ねてるケースもあるかもしれないですね。で、その、対象自体に、まあ、対象自体っていうか、まあ、他のことは全てなるがままにしておくっていう精神状態に自分を持っていけるかということですね。 預けることはできるかと。そういうのはね、書いてありましたよ。なスピリチュアルじゃねえかってね。俺の中の何が打ってんだって話になっちゃうんですけども。<laughs> インチキ本じゃねえかって <laughs>、えー。おいゲヘリゲル自体がインチキじゃねえかっていう説もあるって言うんですけどまあそれもなんか言,い言いようがないほど本人の感覚の中の話なんでね。 これ、いくら教えられてもできない人はできないし。まあ、球技が苦手な人はいくら球技やっても、まあ、やっぱそんなに上達しないので一緒で。まあ、球技ができない人は別に他の能力があると思うんですよ。その代わりね。なんか、あの、オンライン上のゲームだったら得意だとかね、語学だったら得意だとか。なんか別のことで、人が意識してもできないことが、できると。 うまく口,口笛が吹けるとかね <laughs>。なんかある、あるわけじゃないですか。なんか特技がね <laughs>。なんかう、うまく、まあ、意識しなくても綺麗な歌が歌えるとかね。歌手とかそうじゃないですか。ある程度、ほら、最初から上手い人いるわけじゃないですか。練習しなくても。あの、野球部に入ってなくても、試合に呼ばれる奴がいるみたいなもんで、合唱部に入ってなくても、 もうナチュラルボーンで歌が上手いやつが、もういますよね、えー。何にも習ったことないのに絵が上手かったり、いるわけじゃないですか。手,手先や器用だとかね、えーで。それで意識してるわけじゃないんですよね。意識してるというか、そういう人はそう、得意な分野に関して錯覚が少ないっていうか、なのかもしれないですね。 えー、そういう話でした、えー。今日は以上です。最後まで聞いていただいてありがとうございました。